ハードルを飛び越えるウェルシュコーギーペンブロークコースと障害物の一例。障害物の配置は大会の度に変わる。アジリティとは犬の障害物競争、ドックアジリティのことである。アジリティとは英語でアジリティと書き、敏捷性を意味し、近年は経営学やスポーツなどでアジリティも用語として用いられるので注意が必要である。犬と ハンドラーと呼ばれる人間が一組のペアとなり、行われる障害物を、ハンドラーが犬に指示を出し、障害を決められた順序の通りにクリアする。失敗、拒絶がなくかつ、標準タイムと呼ばれる制限時間内にクリアしたペアの、うち、最もタイムが少ないペアが1位となる。タイムが早くても失敗、拒絶などがあると、タイムから減点され、その順位はタイム内で完走し、 原点がないペアよりも会となる。障害物の配置は大会の度に変わる。そして競技当日、競技開始の直前まで参加者たちにはその配置は教えられず伏せられている。競技直前にハンドラーたちだけがコース内に入り下見することが許される時間が設けられる。犬たちはその時点でも入れない。ハンドラーたちはコースを歩いて下見し自分の犬に どのような場所、タイミングで、どのような指示を与えるか、具体的にイメージしつつ、作戦を練る。イギリスで1970年代後半に、馬の障害馬場をもとに生まれた競技である。米国では1980年代初期に紹介された。日本では1990年代前半に、紹介された。歴史圏のアジリティ競技は、遡れば、1970年代に、 イギリスで行われたショーで行われたデモンストレーションショーにその期限を乱すことができる。文書で確認できる最初の犬のアジリティは犬関連のショーのクラファッツで1978年に観客を楽しませるための一種のエンターテインメントショーとして登場した。1977年にクラファッツの組織委員のメンバーに加わったジョン・バーリーがメイン競技場で行われる。 オビディエンス競技とコンフォーメーション競技の間にできてしまう時間に観客たちを楽しませることを任務として与えられた。バーリーはドッグトレーナーのピーター・ミー・ニウェルに助けを求め、二人は犬たちが生まれつき持っているスピードや敏捷性を観客に見て実感してもらうために馬術の障害飛び越し競技に似た何度も何度も犬をジャンプをさせるコースを作り出し、デモを行ったのである。 この最初のデモの時にすでに、現在のアジリティ競技でも用いられ続けている、障害物がいくつも登場していた。例えば、オーバー&、アンダー、タイヤフープ、ウィービングフラックス、キャンバストンネル、キャットウォークなどである。そのデモについては、アワードックスという犬関連の新聞に記事が掲載され、活字の文書として記録が残っている。デシーソーやトンネルが行われていた。 と語る関係者もいる。またさらに言えば、クラファッツ賞に限らなければ、警備犬のエキシビションを各地で行っていた、イギリス空軍憲兵のドッグデモンストレーションチームが、トレーニングに様々な障害物を用いていた、との証言もある。ともあれ1978年のクラファッツ、ドッグ賞でのデモで、犬たちは、スピード、挑戦精神、器用さなどを見事に見せ、 来場したドッグオーナーたちの大好評を得た。ドッグオーナーたちは同様のデモをもっと見たくなり、また自分の犬を同様のデモに参加させたくなった。このデモのことは犬愛好家たちの間で広く知られることになり、同地域でも英国国内でも、そして国境を越えても広まってゆき、標準化された道具が生み出された。1979年までに、 ドッグトレーニングクラブの中には、アジリティという新しいスポーツのためのトレーニングを提供するものがいくつも現れた。そして1979年12月には、ロンドンでの国際ホースショーにおいて、初の犬のアジリティステークス競技が開催された。1980年には、ザケネルクラブがアジリティを認可された一連の規則ともども、公式スポーツとして認知し、 同年のクラファッツでこの新規則を用いてチームイベントとしてアジリティ競技が施行され、その年はピーター・ミーニュエルが採点者、ピーター・ルイスが記録者となった。1978年の参加者たちにも含まれていたピーター・ルイスとジョン・ギルバートがその後ヨーロッパや世界各地へとアジリティを伝道する役割を担った。 1983年にはイギリスにおける最初の全国的アジリティクラブとなるザアジリティクラブザアジリティクラブが設立された。アメリカではイギリス式のルールに基づいてアジリティを行う人がいた。1980年代の初期に最初のエキシビションが行われた。米国で鍵となった組織は、ンドカ及びユスタである。ンドカは英国のユナイテッドケネルクラブと統合された。 カナダでは1988年にオンタリオのアートニューマンによって紹介され、同年ザ・アジリティ・ドッグ・アソシエーション・オブ・カナダが設立された。タタックは現在はザ・アジリティ・アソシエーション・オブ・カナダとして知られ、カナダでの主要な仲裁機関の役割を担っている。日本におけるアジリティは1990年代前半に持ち込まれた。その先駆けとなった人物として、 福岡 APEX 代表の大場俊幸を上げることができる。1996年以降、フシーヨーロッパ選手権がフシー世界大会になって久しいが、未だかつて日本選手の優勝経験はない。しかし、近年日本人選手の競技力向上に伴い、2010年ドイツ大会ではスモールクラスでの団体2位の成績を残した。 続く2012年フランス大会では、同じく、スモールクラスで、団体3位となり、日本選手が2年連続で、表彰台に上がった。さらに、同大会では、戦国ドッグトレーナースクール所属の山口真帆が、愛犬の鈴鹿とのペアで、スモールクラス個人総合の2位に入った。競技団体としては、社団法人ジャパンケネルクラブや、アップズなどが、中心的存在であるが、 個人、クラブレベルでの競技会開催も少なくない。個人、クラブレベルの開催としては、草味、ジ、ナジーフ、ウラタン、APEX、シャインフッツ、関西アジチャリティーなどが挙げられる。飛び越し系障害その他の障害ルールは各団体により異なるが、ここでは主に不思議ルールについて外説する。なお、不思議ルール内では、明記されていない部分も多々あるのが実情であり、 最終的な判断は審査員や主催者に一任されている。地震、火災、遭難などの場面を想定して、東海家屋、岩石、木材など様々な障害を設置して、平時でも災害救助犬の訓練や、協議会としても利用されている。ウェブリオ辞書三省堂大辞林第3版人事ローム用語辞典、IT 用語辞典バイナリ。 大場俊行は1995年イタリアで行われたフシー主催のヨーロッパ選手権において愛犬と参加したがこれはあくまでエキシビジョンとしての参加であった。しかし大場のヨーロッパ大会への出場は日本をはじめとする非ヨーロッパ諸国における世界大会参加への先駆けとなった。翌1996年のフシー主催アジリティ世界大会では大場は 愛犬のバーバラ・オブ・ウォーター・バリウィスティと参加したが、大場のスラロームに魅了された者は多く、今なお非ヨーロッパ諸国におけるトップアスリートとして、大場の名前を挙げる者は少なくない。大場はアメリカのユスタにおけるジャージ資格を有しており、事実上日本で初めての国際的ジャージ資格取得者といえる。ありがとうございます。